皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。え今日はブッククラブ先日もお知らせしました。私のコミュニティ Japanese Together の中で2月から始まった読書チャレンジ。それはみんなで日本人の心がわかる日本語を読もうというものです。皆さん、興味があればね、ぜひ皆さんも読み始めてください。 このチャレンジは2月から始まってるんですけれども、まあ7月、今年の夏ぐらいまで続けるチャレンジですので、遅れて参加してくれても全然 OK です。その代わり本は自分で買ってくださいね。はい。今日は第一章の話をしたいと思います。えー、ここに本があるので、まずは第一章の目次を読みますね。第一章のテーマは面白いです。多分みんな一番興味があることじゃないかな。 内と外を分けるというテーマで内と外世間しつけけじめ素直甘えるというそれぞれの 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6つの細かいいトピックで構成されています第1章この中で、まあ、内と外っていうコンセプトはいろいろな先生も話してるし私も一度昔話したことがあるので。 内と外について今日は話しません。でも、もう一つ日本人が大切に思っている価値観、けじめ。けじめについて話していきたいと思いますえ。ちょっと本の部分を読みますね。朗読します。これはページが30ページです。けじめ。日常の生活や社会生活の中で日本人が一番大切にしていると言ってもいい考え方がけじめです。 日本人は小さい頃から家庭や学校でちゃんとけじめをつけなさい。けじめのある行動をしなさい。としつけられます。では、けじめとは何でしょうかはい。でね、私、オンラインの辞書でけじめを調べました。オンラインの辞書にはこのように書いてあります。けじめとは、あるものと他のものの区別。 節度を持った行動をすることをけじめのある行動と表現する。対して、私生活と仕事などの区別がつかない人などをけじめのないと表す。また、ミスに対して責任を取ることをけじめをつけると言い表すと書いてあります。つまり、けじめとは、基本的には区別をはっきりさせるということです。 特に、その時の時間、場所、会社なのか、プライベートなことなのか、そういう TPO。そして、相手との関係性をよく考えて、それにふさわしい適切な行動や態度を取ること。それがけじめです。え、難しかった <laughs> 難しいですかね、このコンセプト。ね。例えば、極端な例で、 例で行きましょう。極端な例ね。じゃあ、ある、まあ、いつも田中さんだけど、田中さんにしましょう。<laughs> 田中さんは会社員です。ね、会社のオフィスの、会社のパソコンで、週末、彼女とデートに行くレストランを探しているんです。これ、ここです。この、会社でプライベートなことを調べてる。会社のパソコンをしかも使っている。え、その人、いるでしょう え、あなたもやってませんかこれは日本語ではけじめがない。公私混同。公私混同。ね。だってそうじゃないプライベートなことは自分のスマホで調べたらいいんじゃない自分のパソコンでやったらいいでしょどうして会社のパソコン使わなきゃいけないのけじめがないんです。会社のものは会社のもの。自分のものではありません。公私混同してはいけない、ね。そういう時にけじめのある行動をしなさい。 けじめをつけなさい、ね。あと、これも全く同じ例文がこの本に書いてあったんだけど、ね、勉強するときは勉強する、遊ぶときは遊ぶ、けじめのある生活をしなさい。これ、私の小学校時の先生がよく言ってました。けじめのある生活。私の母もこんなことをよく言いましたね。ね今は試験期間中だから勉強しなさい、ね。勉強した後で試験が終われば遊べばいいんだから。 けじめをつけなさい、はあ、厳しいですね。はい。なので、さっきも言ったように、時や場所、相手との関係性をよく考えて、それに合った行動を取らなきゃいけない。これがけじめのコンセプトなんです。区別をはっきりさせる。ねえ。 面白い。でね、どういうところで公私混同、ね、区別がついていない行動になるのか、インターネットで調べました。まあ、さっきとよく似た例なんですけど、ね、じゃあ、会社のオフィスにある備品、例えばボールペンとか、トイレットペーパーを自宅に持ち帰る。こんな人がいるみたい。これは公私混同、け,まあ、けじめを、けじめがない行動になります。はい。えー、そして、 えー、私物、ね、自分のドキュメント書類を会社のコピー機でコピーする。まあ、実はこんな人いるんじゃない実は私も、今だから言えるけど、以前働いていた会社で自分の飛行機の旅行のチケットをコピーしてしまいました。すみません。やっちゃった。はい、告白。こうし混同、ね、けじめがない私、その時、すみません。ね、家にコピー機がないから、っていう理由で、 会社でコピーしちゃう人いるかもしれません。はい。ね、けじめ。けじめをつける。でね、面白いんですけど、人と人との関係の中でけじめをつけることは非常に重要です。相手が自分より目上なのか目下なのかという上下関係、うちの人か外の人か、男か女かなどの違いによって言葉遣いや態度を変えます。これも区別を発揮 りさせるるといいううコンセプトにつながっているそうです面白い、ねうん。あとはねけじめをつけるのはあの例えばね会社で何か問題が起きました、ね、で、まあ、何か会社に損損害をもたらした大きな失敗があって、ね、でその失敗の責任を問われたけじめをつけてやめますっていう表現もできるものすごいですね。 なんか昔の侍みたいな、ね。私が責任を取って、けじめをつけて、会社を辞めますみたいなこともあるそうです。はい。このけじめ。けじめ。はい。面白いでしょこれ本当に一部分のコンセプトなんですね。このように、この本、日本人の心がわかる日本語。では、あのー、多分、皆さんでは理解できないような、日本の不思議な価値観。 について、まあ、例文を入れながら説明をしてくれている本なんですね。今日は第一章の中で、ね、内,のそ内と外を分けるというトピックの中で、掲示目という言葉を選びましたが、多分来月かな来月は第二章。 第3章についいいててて取り上げてみたいと思っています皆さんで一緒に本を読んでいきましょう。ジャパニーズ・トゥ・ギャザーの中は、まあ、小さいコミュニティなんだけれども、まあ、24名、24名の方がこのチャレンジをやってくれていますね。はい、みんなで第,第、えーね、7章まであるんですけど最後まで読んで意見の交換をしたいと思っています。はい、それでは今日はここまでです。皆さんもけじめのある生活を送ってください。なんて厳しいこと私は言いません。 はい、リラックスして今日も楽しい一日を以上です。